この動画では前回までで作った4方向のキャラクターをマーケットプレイスで配られている背景に読み込んで、まあ、歩き回るっていう感じの方法をやっていきますまずマーケットプレイス、まあ、いろんな素材を大量に販売してるんですけど、まあ、背景素材ってどこにあるのかっていう形で、まあ、ここを見れば大体あるかなっていうのはカタログのカタログのちょっと表示されないなこうするかこのカタログの 環境、カタログの中の環境っていうのが基本的には背景素材っていう形になっていて、まあ、ここを選択すると、まあ、背景素材が大量に出てきますと、まあ、ここで見ると、まあ、環境背景素材は1800くらいあるみたいですねでその中でも、まあ、無料っていうのも結構あって、まあ、この無料の部分だけでも結構楽しめるんじゃないかなと思うので、まあ、こういう無料素材の上でキャラクターを 歩かかせるっってていいううのをやってみようかなと思いますで今回例としてあげようと思うのはこの無料のエピックゲームズコンテンツっていうのをクリックするとまあ時期によっては違うかもしれないですけど現状上から4番目にあるアワーオブコードっていう、まあ、エピックゲームズのコンテンツでなんか、ね、エピックゲームズが提供する学習用のコンテンツの教材っていう 扱いでこれまあ背景用背景アセットっていう形ではなく学習用のデータっていうものになるのでさっきのカタログの環境の中にはないんですけど、まあ、こういうものもあったりするので、まあ、割とこれ見栄えがいいので今回はこれを使っていこうと思いますこれですねでまずサインインしていない場合はまずサインインする必要があるんですけどまあこれアンリアルエンジンのログイン ID と一緒の ID で ログインをして、まあ、これに関しては無料をクリック。で、購入が完了っていう形で、まあ、あとはこのダウンロードのボタンを押すと、エピックゲームスランチャーを開く。あとはプロジェクト。まあ、多分ダウンロードっていうのが始まると思うんですけどこのプ、このパソコンにはもうすでに多分ダウンロードされたデータがあると思うので、このプロジェクトを作成っていうところで、アンリアルエンジンのホルダーでテスト。 BG っていいううフォルダを作ろうと思います。プロジェクト名をテ,クス,テスト BG にしようと思います。まあ、これ、まあ、ダウンロードとかこのプロジェクト作成にそこそこ時間がかかる場合があるのでそういう場合はコーヒーを入れて待っていたり、まあ、ストレッチでもして待っていたらいいかなと思います。で、まあ、完了したらテスト BG のを見つけてこの中にキャラクターのデータを 送り込みたいいと思いますちょっと開きっぱなしだったこの TP スプライトのデータを選んだ状態でこのプロ b v p p r o 4 w a y 4 w a y っていうのをこのプロ生ちゃんのデータを右クリックからアセットアクション移行っていうのを選んでま関連する素材が全部選ばれるのでここに OK を押してさっきのテスト bg っていうフォルダを見つけて、この中のコンテント、コンテントっていうフォルダを選んでフォルダ選択です。で、このコンプリートサクセスフリーっていう形で、まあ、このプロ生ちゃんのデータが向こうに、向こうの背景用の、背景用っていうか、ま、教育用のプロジェクトに、ま、コピーされ、コピーっていう、まあ、移行っていう話でしたけど、とりあえずコピーされましたっていうのが、ここまでの流れです。 まあ、とりあえずコピーされたら、ここのプロジェクトは、まあ、一旦閉じて、このエピックランチャーの方に、あるこのテスト BG をダブルクリックで開きます。まあ、開くと、シェーダーコンパイルを、まあ、シェーダーをコンパイルしていますっていう形で、まあ、とりあえずこのシェーダーコンパイルにはそこそこ時間がかかると思うので、まあ、待ってくださいって感じですね。で、一点修正しないといけないところがあって、これがま、00マイキャラクター、 のホルダーーの中に、まあ、キャラクターがいると思うんですけどこの、まあ、プロナマジャンのブループリントを開いて、で、ちょっとこのコンパイルにびっくりマークがついてるんですけど、まあ、これ何かなっていうところで、このインプットアクションのダッシュっていうのが、まあ、このプロジェクトにはダッシュのインプットっていうのがないので、まあ、これがあるとちょっと処理的におかしなことになってくるので、このインプットアクションダッシュを消します。で、まあ、 ダッシュしたくなければダッシュというか走る必要がなければこのまま消しただけでいいんですけど、まあ、ちょっと走り走りの絵も欲しいなと思うので、まあ、左シフトを仮に左シフトをまあダッシュっていう扱いにしたいと思いますこれはもうこういうインプットアクションとかに設定しなくても、まあ、直接シフト左シフトを押したらこれやでっていうやつなので、まあ、プロジェクトの設定に依存しない形で 指定しておこうと思いますこれでコンパイルして保存してあとはあとはですねここで何かやろうとするとちょっとこの段差とかが通れない場所がたくさんあるのでちょっとスクロールで外に出てもらってスクロールで外に出てもらってこのこの岩があるあたりに、まあ、プレイヤープロ生ちゃんを置いてみようかなと思います設定としてはこのプロ生ちゃんの設定を右下の ポーンの設定でプレイヤー0にして、これまあゲームモードとかでこう指定した方がいいんですけど、まあ今あんまりゲームモードがどうのこうのとか言うと頭が混乱するんじゃないかなと思うので、とりあえずこのポーンのオートポゼスプレイヤーをプレイヤー0にするっていう形で設定したいと思います。で、あとまあここの元々あるこのサードパーソンのエピックキャラクターっていうのも、まあなんか いいいいいいたらいいかなっててう感じがするので置いといて、まあ、この状態でプレイしてみましょうかこの状態でプレイをしてみると、まあ、この世界観一応このレンズフレアみたいなのも影響を受けつつ、まあ、ちょっとファンタジックな世界観の中にこのプロマちゃんが入っていけるんじゃないかなっていう感じですかねライティング光を光を受けた絵でこう,こういう感じにしましょうかこれでこれでこの子と並びましょうか これサムネにしましまょょううか。かもうちょい,近い,方がいいいい近方がですかね。まあ、今回はキャラクターをこの背景プロジェクトというかまあ背景というかまあこれ学習用プロジェクトですけどまあこっちに持ってきたんですけどまあ背景側をまあキャラクター側というかまあ作業しているプロジェクトに持っていくこともできてまあできるんですけどこのプロジェクトはまあ背景素材っていう扱いというよりはまあいろんなブループリントの学習も目的にしてるみたいなのでまあちょっと 背景素材というにはちょっといろんな仕組みが入っている分そのまま持っていくといろいろ不具合が不具合というかまあいろんな仕組みが入っている分ちょっと調整が必要になってくるんですけどまあそういうのもあって今回はキャラクターの方をこっちのプロジェクトに持ってくるっていう感じにしましたまあなんとなくこの配布キャラクターに持ってくるっていう場合は、まあ、キャラクター側を持ってくる方が簡単なんじゃないかなと思います とりあえずキャラクターの画像の差し替えと他のプロジェクトに移行する方法っていう感じでやってみました。でまあこれくらいでどうですかね理解できそうですかね。アンリアルエンジン4を、まあ、全て説明するにはちょっと <laughs> 規模が大きすぎるので、まあ、どこまで説明するべきかなっていう感じではあるんですけど、まあ、自分のキャラクターをいろんな場所で走り回さ走り回らせるっていうそれだけでも結構楽しかったりするので、まあ、多分 これよりもうちょっといろんなことをしたくなってくるとは思うんですけど、まあ、不明点などがあればコメントをお持ちしてますって感じですね。まあ、あとこれからもアンリアルエンジン関連の動画を作っていくと思うので、まあ、よかったらまあチャンネル登録とかしてもらえればなと思います。って感じでではまたどこかでお会いしましょう。手を振る画像がない。